立花の本神社は、和歌山県海南市にある神社である。このみそ田島守及び、熊野座大臣を祭り、合詞の神として崇敬される。九十九王子の一つ、所坂王子の旧詞として、県主定史跡。元は、現在地の北の六本樹の丘に鎮座していた。六本樹の丘は、田島守が、常世の国から持ち帰った立花の木を最初に植えた地と、伝えられ、 これが後に未完になったとする伝承がある。創建の年代は不詳であるが、影響9年と記された神社の胸札が残っている。方言3年、白川法王が、熊野行行の際に、当社で人世を明かし、立花の本に、人世の仮寝して、イリサの山の月を見るかなと読んだ。上京四年、紀州藩主、徳川光津が、社殿の修繕を行ったという記録があるが、 その後敗退し、明治初年には、立花の老木と、少子だけが残されていた。里人の尽力により再興し、明治40年11月、現在地のところ坂王子跡地に社殿を造営して、潜座し、ところ坂王子と近隣の当時も王子、立花の本王子を合志した。一帯は、未完の産地であり、10月10日の例祭は未完祭と呼ばれ、 祭人の田島守が日本にみかんをもたらしたことにちなむ祭事である。また、4月第1日曜日に再行される全国、名家法検祭は、その昔みかんが歌子として好まれたことにちなんで菓子屋の商売繁盛を祈願する祭りであり、全国の菓子屋から各種の菓子が備えられる。ありがとうございます。